はい、こんにちは、沖縄おばばです。えー、朝のね、雑談のね、えー、なんて言うのかな、えー、動画がね、ずーっと審査中で、えー、なかなか上がらないので、こ まあ、こちらを先に、えー、まあ、上がればこっち先に上げます。はい。もうなんか1時間近く審査中になってるんですけどね。やめてほしいですよね、こういうの。はい。まあ、そんな大したこと話してないんですけどね。何かが引っかかってるんでしょうね。はい。えー、まずね、えー、ダンのブログさんからです。はい。えー、イギリスでね。 はい、えー、これもね、ちょっとあのー、フレームレア関連になりますね。イギリスで4月以降ですね、4月以降ね、例のコロアンティーナの大冒険でね、お星様キラキラしてしまった人。はい、その94%が、は、あのー、食べた人ということでした。はい、食べてい、美味しく食べていた人ということでした。そのうち、えー、90%ですね。 それが、なんかね、えー、3つも4つも食べちゃった人であるという報告が、イギリスのアウト、政府がし令ーと出しております。し令ーと。はい。難所でね。はい。<laughs> そういうことでございます。そしてですね、メープルの国ですね。メープルの国ですね。はい。メープルの国ではね、えー、面白いことになってます。はい。6月6日から12日まで。 はい、えー、6日間ですね。はい、えー、これも、コロアンティーナでね、お星様、キラキラーってしてしまった人が、521人にたつそうです。そして、えー、なんと、そのうちの93%、485人が、あ、むしゃくしゃ食べた人です。はい、えー、食べていた人です。で、そのうちのね、 また242人というのが、また4つも食べちゃった人だそうです。まあね、あの、食い地が張ってるとね、えー、こういうことになりますよということですね。はい、えー、4つ食べちゃった人が、なんと、半分、半数ですね。はい、いたということです。はい。えー、もうね、もう、これだけね、 えー、これだけ言ってもわかんないとね、もう、あの、どうぞっていう感じね。お星様はもうキラキラするしかないですねって感じですよね。はい。まあ、そういうことですね,ね。これ正式発表でございます。はい。えー、セーブザクイーンとね、えーね、あの、メープルのお国のね、メープルシロップのね。はい。まあ、そういうことです。あとですね、あのー、 えー、これも、あの、すべての統計なんですけど、あの、その二つの国のね。えー、どうやら、あの、全くね、食べない人、はい。最初からそんなもん嫌いだからいらないよって言ってた人は、ますます、<laughs> えー、いわゆるコロファンティーナに <laughs> かからなくなっているそうです。<laughs> はい。どういうことなんでしょうね、これね。本当に。もうね、あの、私この記事見たときね、あの、正直吹き出しました、はい。もう、 何て言うんだろうね。もう、何て言うのかね。もう本当にね、えー、もう見え見えというか感じですよね。目的が。はい。えー、例のね、えー、あの、あの食べ物ですね。 あれがあ、目的が、何の目的で一体ね、食べさせたのかっていうのがね、もう見え見えでございますということですね。はい。それによってね、えー、メディカールですね。メディカールはね、えー、お銭銭がガッポガッポ入ってきますしね。はい。そしてね、人がね、あ調子悪いなーって言ってね、えー ホスのぴたるぴたるに行くとね、またまたそこでね、えー、儲かるという仕組みになっているという、そういう具合でございます。そして一石二鳥でね、えー、まあ、なんていうのかな、不幸にしてね、えー、キラキラ光ってしまう人たちね、えー、この人たちも、あの、向こう側のね、あの、人のね、口のね、サクッと上ですね、はい。 えー、こちらの策略にまんまと引っかかってるっていうことです。すべてがあちら側にとってプラスというね、えー、まあ、いわゆるね、あれです。はい。そういうことでございます。えー、なのでね、賢い皆さんはね、えー、まあ、今更食べる人もいないでしょうけどね。はい。こういうものに引っかからないようにご注意ください。はい。そしてですね、まあ、周りにいる人たちには、あの、デトックスですね。 もうそれしかありません。はい。デトックスをおすすめください。はい。えー、実は私もね、えー、昨日、とある、あの、お医者さんの知り合いにね、えー、話してきました。はい。このことを。はい。データがね、改ざんされていたこととかね、全く知りませんでした、その医者。はい。<laughs> もう、少しはね、こうなんちゃら症のホームページ確かめろよって思ったんですけど、 はい、えー。そういうことで、はい、えー。まあ、ま、全く知らなかったっていうのはね、すごいですよね。はい。もう、医者の不勉強も甚だしいです。はい。そういうことです。はい、えー。まあ、そういうことでね、まあ、西洋医学の医者の方でしたけどね、これはね、えー、知り合いのね、医者にちょっと話してきました。はい。まあ、そういうことで、えー、皆さんね、えー、デトックスに励まないとね、はい。まあ、そういうことでございます。 はい。えー、それではね、こちらの記事もね、ぺったんこっこーってしておきますので、えー、皆さん見に行ってください。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄パブでございました。